おはようございます。今日は最近はお家の中で過ごすことが多いので、その時に私が何をしているかを言ってみようと思うので、ぜひ暇な日とかを参考にしてみてください。今の時間は10時です。ちょっと9時ぐらいに起きようと思ってたけど寝坊しちゃいました。今から朝ごはんを作ります。これこの前フライングタイガーで買ったんですけど、めっちゃ可愛くないですか？ピクニックする時用のアイテムを、可愛かったので買いました。これアイスクリームカップスって書いてあるけど、普通になんかフルーツとか入れても可愛いなと思って買いました。スプーンもついてる。あとこれなんかさくらんぼの柄のナプキン、可愛い。あとこれプラスチックのカップ、外に持ち運べるようなコップがなかったので買いました。この赤がめっちゃ可愛い。今日の朝ごはんはくるみパンにクリームチーズとローストハムを乗せたのと、ベビーリーフにハッテージチーズを乗せたのと、ちょっと気持ち悪い目玉焼きです。バナナスムージー。お猿のジョージ見てます。いただきます。昨日矯正の歯の矯正のゴム、上の歯と下の歯にこうやって引っ掛けるゴムをつけ始めたんですけど、でワイヤーも新しいのに変えて、めっちゃ歯が今痛くて、それで結構これ地獄、これ食べるの。助かったよ。またキャンプに行きたいときは遠慮なく言ってくれ。探検ハンドリーは几帳面、ロビーも自分も常にきちんと保っていく。
そんなんさ言い出したら私の方が恋愛できひんタイプやから。なんで？だって私全くもう好きなやつ。今日はオモームの M's T シャツを着ました。これは L サイズの方です。 L サイズは男の子でも着れるサイズになってるんですけど、女の子が着るとちょっとオーバーサイズ、ゆったりとした感じで着れるのでめっちゃ可愛いです。ズボンはユニクロのジョガーパンツを履いてます。で、今からお昼ご飯を作ろうと思います。時間があるのでね、ちょっと可愛いのを作りたいと思います。じゃん。今日はこのアイスクリーンコーン、この丸いのが可愛くてこれを乗せてみようと思います。出てこないどうやって出すんだろう。かわいい。完成。いただきます。なんかメロンの味がする。
ドクターマーチンの厚底のなんていうんだっけ、この柔らかい革の革を使っている8ホールです。めっちゃ可愛くない？なんかずっと欲しいなってこれ思ってて、たまたまマーチンのお店に行ったらずっと売り切れしたらしくて、このモデルが。で、再入荷昨日してきたんですよって言ってて買っちゃいました。夏とかもなんかミニスカとかに合わせたくさん履きたいです。種類を大食いするっていう企画を友達と結構前にやったんですけど、でね、それがめちゃめちゃ長かったの。 3,4 時間動画を回しっぱなしで、途中までカットし終わってて、でももうちょっとかなっていう半分以上来てたんですよ、編集が。見て、こんなにカットがもう超ね細かかったので、もうちょっとかなって思ってたんだけど、この動画の素材もう間違えて消しちゃってボツになりました。悲しすぎる。お友達にもね、早くあげろって言われてたんだけど、ちょっと実は動画を消してしまってごめんなさい。マジで悲しい。めっちゃ面白かったから載せたかったんだけど、ミスって消してしまいました。よし、できた。かわいい。これ IKEA のなんだっけ、これスコーブスターみたいなやつなんですけど、結構前からずっと気になっててかわいいなと思って欲しくて、この前お母さんが IKEA 行った時に買ってきてもらいました。何に使う？何に使うんだろう。